いや、ただでさえ学校の先生もタスクが多くて、でしかもなり手が少なくて、でも大変な時にまたこういう問題が勃発すると、もう本当日本の教育現場を支えるその教員が減っちゃうだろうな。だってこれもう止めようがないですよ。なんかスマホを持って、今僕たちも外でロケしてて、はい、スタッフさんが撮影禁止ですって言うけど、うん、そんな言葉で止まるわけないじゃないかっていう、バカなのかって思っちゃう俺はもうむしろ撮られてる前提で、はい、これを番宣に使うぐらいの気持ちで外ロケしないと意味がないよって俺は言ってるんですよね。なかなかもうスマホを手に持った、人類がスマホを手にした時点でこの問題が出てくるのも分かってたんでしょうね。